雨が止んでる？一人で退屈しておったのじゃ。遊んでたまれ。もしかしてあなたが金の鈴の精霊？仙人みたいなおじいさんかと思ってた。近頃はこの姿が気に入っておるのじゃ。あのね、日が沈む前に金の鈴を持って帰らないと魔物に支配されちゃうの。だからお願い、金の鈴を譲ってください。いいよ。本当？かくれんぼ。かくれんぼ？お日様があの木に差し掛かる前にわらを見つけることができたら鈴をあげよう。もし見つけられなかったら？一生わらわと遊んで暮らす。一生？かくれんぼする？隠れるところあんまりなさそう。いいよ、かくれんぼしよう。六、七、八、九、十。もういいかい？まだだよ。もういいかい？まだだよ。もういいかい？こっちかな。
花？どこにいるの？どうしよう、時間ないのに全然見つかんないよ。このままじゃ一生ここから出られなくなっちゃう。おうちゃん、私の消しゴムちゃん、どこどこ？全然見つかんない。どこに置いたか本当に覚えてないの？うん。あ、ソファーのとことかもう一回探して。ソファーは最初に探したけどなかったじゃん。テレビのとこ探してみよう。まーちゃんは物探しの天才だね。天才だね。天才だね。おーちゃん、いつも怒ってごめん。すごいって言ってくれてありがとう。いろんなものに変わるんだ。姿を変えられるってこと？何に化けてるの？あ、ソファーのとことかもう一回探して。ソファーは最初に探したけどなかったじゃん。最初に探したところ、あれ、お手玉が一つ増えてる。この姿が気に入っておるのじゃ。着物と同じ色見つけた。見つかっちゃった。負けるのは久しぶりじゃ。はい、これ楽しかった。金の鈴。大切なものは身近にある。忘れんようにな。うん。また遊んでたまれ。まーちゃん、たっちゃん、たっちゃん、やったよ、金の鈴ゲットしたよ。まーちゃんならやれるって信じてたぞ。時間がない、急いで帰るべ。うん。まーちゃん、
あのね、時間がない。お人形様を呼び起こすぞ。お人形様、鈴をお返しします。みんなを助けてください。